はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスチャプター4ダンベリー城の攻略から、続きをやっていきたいと思います。で、現在の装備ですね。とりあえず、力出す機とブレイサーをつけて火力重視の、一点突破で、前回セリアとレディを退けたところになります。で、まあ、まずはね、ちょっと火力重視でやってみましょう。火力重視でマップを進んでダメだったら考えると。じゃあ編成はそのまんま。ダンベリー城城内、なんか普通の兵士とかはランベリー城にはいなさそうだよね。またセリアとレディがいるのかよもうこの二人に振り回されっぱなしだからな。リオファネス城で受けたあの屈辱を晴らさせてもらおうか。アルマは、僕の妹はどこだ、どこにいる、知りたいか。知りたいのならこの私を倒してからにするんだな。ただ勝利条件はエルムドア公爵を倒せばいいということで、これはもうセリアとレディはちょっと相手してらんないな。やはり俺はちょっとお姉様の相手をするのは、いや、お姉様っていうか年上を相手にするのは全然得意なんだけど、こういうね、綺麗系の女性を相手にするのはすげえ苦手ですね。で、突っ込んでいってもどうせ殺されるから、最初はちょっと引こう、身を引く。一番最初はちょっと身を引いてみる。で、叫ぶ、愛を叫ぶ。後ろ向いてるけどね俺の愛は届かない。よし、気合十分。で、エルムドア、テレポか。てか、なぜここまで来れんの。吸血、何吸血って。まあ、ヒットポイント吸収されるんだろうけど。89、吸血、吸血鬼、なんて書いてあった、吸血鬼として生きるしかないみたいななんだよ、死んだんだ死んだんだけどちょっと待って、吸血は戦闘不能扱いか。ずるくない？だっていきなりさ、行動してきてさ、吸血とか。さあ、それでは2戦目。ちょっとね、お姉様方に気を取られすぎた。で、今回は、吸血無効の108の数珠をつけてきてます。で、ただ、エルムドアって何？テレポ見れるね。ダテレポか。源氏シリーズ持ってんだけど超羨ましい。ダテレポ、時空を歪め移動先まで瞬間的に移動する。すげえな。多分テレポのあれだね、範囲制限がないんだね。ってことはどこでも来れるってことか。じゃあとりあえずセリアとレディに近づくのはまずいから、エルムドアはね勝手に来てくれる。だからセリアとレディからは離れよう。で、叫ぶ、叫ぶは使っておく。ブレイサー外してるってことは火力が落ちてるからね。アークナイト581を後ろから一発で倒せるかどうか。これ何、呪われし野望。あ、そうか。でもこっち今白羽取り持ってなかった。ハメドルはなかったけど白羽取りになってたな。セリアとレディが近づいてくる前に勝負を決められるかどうか。死の戦国、村正が壊れた。やった。3か。3回は動けるからね。ただセリアとレディ、なんかこいつどっか行っちゃったよ。嫌われてしまったか、とうとう。いや、一騎打ち。白羽取りブレイブ70でしょ。で、さらに源氏の盾を持ってるからな、これがきついな。一応後ろ取れると思うんで、後ろは取ります。で、何パーセントかだよね。
30% 当たれば一発で倒せるけど、当たれば一発だけ、じゃあ暗黒でいいじゃん。どれがいいんだ、ウェポンバッシュの方が攻撃力的には強いのかな。437319、ウェポンバッシュだな。じゃあよし、いきます。ウェポンバッシュ、もう一回ラムザに回ってくれば倒せる。エクスカリバーのその力見せてくれ。よし、セリア取れるよ。全然、あ、全然これ、あ、勝った。よし、勝った勝った勝った。もう一回、いやー、さすがエクスカリバー、伝説の聖剣よ。雷神指導はエクスカリバーどこで手に入れたんだろう。どうだ、エルムドアなんかより俺の元に来ないか、セリア、レディ。う、確かに強い。舐めたわけではない。舐めたわけではないが、やはりこの肉体では無理なのか。あ、そっか、こいつ、そういや、ルカビーだよね。セリアとレディは消えた。まあ、エルムドアかっこいいからね。イケメンくんだから。地下だ、地下へ来い。妹はそこにいるぞ。あれ、セリアとレディまたいるのかな。何にもくれない。一回ね、マップをやらないとちょっと対策が立てられないからね。じゃあちょっとセーブをします。はい、じゃあ一応ちょっと最初はね、やっぱり火力重視でいくんで、ブレイサーに付け替えてます。これでいきましょう。ルカビー戦だからね、多分吸血とかっていう話にはならないと思うんだよね。ランベリー城地下入り口か。入り口で敵が待ち構えてんのか。じゃあなぞの声、どこへ行こうって言うんだ。地下へ行くつもりなら通さねえぜ。どこだ、姿を現せ。相変わらずのアマちゃんだぜ。ここさ、あれ、アルガスじゃん。ふん、またお前に会えるとはな。なんてラッキーなんだ俺は。ちょっとあれね、顔がアンデッド化してる感じだね。アルガス、バカな、お前は死んだはずだ。違うな、生まれ変わったのさ。俺は選ばれたんだよ、偉大な力にふさわしいものとしてな。お前とはここで決着をつけてやる。楽に死ねると思うなよ。アルテマデーモン呼び出せるほどになったか、アルガス。ラムザどこ見てんの。俺たちにかなうとでも思うのか。いや、これ味方がいれば味方が来てくれるんですけど、自分孤独なんで。やれ、このゲス野郎どもを殺すんだ。別にゲス野郎ではないだろう俺は。ここもアルガスだね。さて、じゃあアルガスの方のアルテマデーモンのところに行けるかな。最初はお前も魂を売り渡したのか。そこまでして力が欲しいか。なんとでも言え。お前のような坊ちゃん育ちには俺の気持ちなんか分かりゃしないさ。なけなしの報酬でこき使われる気持ちが分かるか。平民にまでバカにされ、それでも必死で這い上がろうとする気持ちがお前に分かるか。これからは強いやつだけが生き残る。今まで俺をバカにしてきた連中は皆殺しにしてやる。そうはさせるか。あれ、ここ11の8、11の8だったら狙えないか。4だから。アルガスもなんか吸血とか使ってくんのかな。だったら厄介だよな。ウェポンバッシュ509、こいつ弱くね。242しかない。アルテマデーモンこいつ、そもそも。まあいいや、遠距離。所詮アルガスが呼び出すモンスターはこんなもんか。妹一人守れやしないお前に一体何ができるってんだ。え、ベオルブ家の御曹司ともあろうものが無力なもんだな。はっはっは、いい君だぜ。黙れ。地下にいる妹もすぐにお前の後を追わせてやるさ。
ディリータの妹みたいにな。デスナイト、職業はかっこいい。ただ遠距離攻撃できないこいつ。8の5、3はいけるはずだよね。ちょっとこいつのステータスまた見てみる。暗黒剣を使えるのか。瀕死ヒットポイント回復結構めんどくさいの持ってんな。クリスタルの盾、回避率高えな。 40% あんのか。クリスタルヘルム、リフレクトメール、ダイヤの指輪、メンテナンスがあるんでって言っても別に大したことないか。皇帝寒し、じゃあ暗黒剣でまず決められるかどうかだな。一応82はちょっと無理だな。横は狙えない。え、どうしよう。一応ここに行くか。じゃあ戦う。なんで3ダメなの。いや、ウェポンバッシュもう無理だ。てかブラッドウェポンか。しまったな、しくじったな。イービルデッド、イービルデッドヒットポイント減るからな。ウェポンバッシュがちょっと使えないのが痛いな。火力を上げとくか。じゃあまた叫んで、後ろを取れればね絶対いけるんだけど、町の方が良かったな。さっきアルテマデーモン、アルテマデーモンはアルテマデーモンだね。なんか唱え始めてるけど、ヒットポイントは低い。ハリケーン、やっぱ特殊な技を使ってくるね。121、まあそれなりか。あとはこのアルガスがよくわかんねえもん使ってこなければ大丈夫だな。やっぱり怖いのはね状態異常だから。ダークホーリーかっこいい。ホーリーはねかっこいいよね普通に。アルテマはなんかそんなにかっこよくないけど、いやマジでかっこいい。ダークホーリー130。レベル上がってるし、よし後ろ取れるね。これ後ろ取ろう。一撃で決めてやる。アルガス、お前は俺のことを苦しめて殺してやると言ったけど、俺は慈悲をかけて苦しまずに殺してやる。後ろから、母さん助けて。アルマ今行くぞ。もうアルガスのことなんてどうでもいいんだろうな。じゃあまたちょっとセーブをします。で編成はまた同じでいいでしょう。とりあえず火力を出していくという方向で、特にねステータス異常がなければ火力の一点突破がやっぱ一番早いんで。一撃で葬り去る、やられる前にやる。ダンベリー城地下墓地なんだ。お城の中に墓地があるの。だって城の中にこういう棺桶とか作るんだろう。エルムドア観念しろ、貴様に勝ち目はないぞ。アルマはおとなしく返すんだ。バカめ、この城に貴様の妹などいるものか。ここにいるのはほら資料ばかりさ。てかセリアとレディどこ行ったの。貴様もこの墓地で朽ち果てるがいい。これは完全にルカビーになったね。一撃ではさすがに倒せないと思う。飛んでるし。死の天使ザルエラ、さあ今度こそ決着をつけよう。あれ、メリアドールがいる。どういうこと。伯爵が化け物に。俺を追ってきたのかメリアドール。死の天使ザルエラを倒せ。メリアドール味方。じゃあ
でいきなり横取れんねこれ。でモンスター化してるから絶対回避率は低いはず。 100%840、 まあさすがにね一撃では倒せない、それはわかる。あとこいつが何を使ってくるか。どこ行くんだあいつ遠距離攻撃か。うわ魔法か悪夢。いやーステータス以上っぽいな。ちょっとめんどくさいぞ。死の宣告くらいならなんとかなる。よし OK、 死の宣告だったらこっちの方が早い。これが成績の力だというの。僕の言ったことが本当だってことこれで分かったろう。君の弟のイズルードはその事実に気づき奴らと戦って死んだんだ。そんなことって。父ボルマルフはそのことを知っているの。それはははは、貴様がボルマルフの娘か。貴様もイズルード同様我々にふさわしくない肉体だったな。だが貴様の父はふさわしい肉体だったぞ。では父は。そうだ、奴は我ら闇の血族の一族、一員。貴様の父ではないわ。だが些細なことだ、気にするな。どうせ貴様もラムザと一緒にここで死ぬのだからな。あ、メリアドル動いてんな。まあ君は適当に雑魚でも処理してくれ。あ、レベルは高いから強いか。多分ラムザのレベルに準じてるからね。ただモンスターもラムザのレベルに準じてるんじゃないか。62レベルとかほんと強いな。こいつ65レベルだし、ただのモンスターのくせに。サンダーソウル、食らってる。102、3人相手はきついだろう。いくらメディアドールとはいえ。アクアソウル、全ての種族が揃ってない。ここにガード、え、何でガードしてる。え、こいつなんだ。いや謎だ、なんか攻撃してこないんだけど。手刀って結構強いよね何気に。あなたの言っていたことは本当だったのね。悪かったわ。悪かったで済むか。いいんだメリアドール、それよりもイズルードの敵を討とう。単純だなラムダも、まあ、確かにね、女性にごめんねって言われたらもうすぐ許しちゃうから。さて横取れるね。横正面どっちだこれ。まあいいや、76正面かこれ多分。いいや、よし、さすがに800を2発与えれば大丈夫でしょう。始まりみよ、すまぬ、あとは頼んだぞ。安らかに眠れ資料どもよ。え、ここでじゃあメリアドール仲間になるの。この成績にあんな秘密が隠されていたなんて。真偽といってもちょっと変わったクリスタルぐらいにしか思っていなかった。成績を集めているのだって奇跡を起こすためとは考えていなかった。君もイズルードも知らされていなかった。ウィーグラフでさえも自分がルカビーになるまで知らなかったぐらいだからね。やっぱり思った通りだ。教皇の謀略ですらボルマルフに利用されているんだ。奴らの狙いは何なの。そこまではわからない。リオファネス城の一件のようにその気になれば一つの騎士団を殲滅させるほどの力を持っているにもかかわらず、その力を表立って行使しようとはしない。それには何か理由があるはずだ。表立って行使できないだけじゃないのかしら。だって伝説やおとぎ話に登場するリカビーはもっともっと凶悪で誰も倒すことのできない化け物よ。確かにその通りだ。奴らは伝説で語られているような不死身の悪魔というわけではないらしい。もともと伝説なんて些細なことが思い切り誇張されているものよ。ルカビーも所詮はただのモンスターだったってことじゃないのかしら。
そうだといいんだけど。この成績を預けるわ。その代わり私も一緒に行かせて。父がどうしてそうなったのか知りたいのよ。それに成績カプリコーンをなぜ送ったのか、なぜダイスダーグ卿に送ったのか疑問だわ。兄さんになぜだ。メディアドール、父の仇を取りたいと言ってるけどね、セイブザクイーンだけいただこう。あ、イージスの盾持ってんじゃん。まあ、一回仲間にします、もちろん。で、セイブザクイーンはね、オートプロテスがかかるんですよ。だから今、エクスカリバーを両手持ちしてるじゃないですか。二刀流にして、エクスカリバーとセイブザクイーンを持てば、オートヘイストプラスオートプロテスなんで、また強くなるね。これ多分先に進むと、イベントが起こるんで、それは見ておこう。メディアドール、ディバインナイト。まあ、離れる前に。ちょっと待ってね。ディバインナイト。神に忠誠を誓い、すべてを捧げる聖騎士。剣を携えた聖職者。基本的にね、これ武器を壊す系ですね。強行破天突き。銅に装備しているアイテムを破壊する技。で、メンテナンスを装備してない限りは基本 100% で壊せるんで、まあ、ダメージももちろん当たります。で、武器破壊とかね。まあ、使いやすいキャラではあると思う。あの、普通の初期のね、プレイステーション版の時は、あのダメージがなかったはずなんで、超使いづらかったんですけど、あのダメージも通るようになったんで、かなり使いやすくはなってるはずです。特にね、武器破壊しちゃえばもう、ほぼほぼ無力化できるんで。で、セーブ・ザ・クイーン。忠誠の誓いを立てた証として与えられる騎士権、永久プロテス。いいね。まあ、これは俺がもらう。イージスの盾。まあ、盾はね、今、装備しないけど。魔法50なんだ。すげえな。さすが。これももらう。サークレットも一応回収しておこう。光のロール。エルメスの靴。さあ、君はもうお役目ごめんだ。誤解していたことは謝ろう。やはり許してくれないのか。うお、心が痛む。こういう別れ方がさ、一番心痛むよね、メディアドールちゃん。いやー、ごめんね、本当に。なんかちょっと素顔を見たかったけど、もう君もゆっくり休んでくれ。さよなら。そして君のセイブ・ザ・クイーンは、俺が受け継いでおこう。ということで、両手持ちを二刀流にします。これでエクスカリバーとセイブ・ザ・クイーン。エクスカリバーの攻撃力は21。強えな。セイブ・ザ・クイーン18だからね。やっぱエクスカリバー鬼だな。伝説の騎士剣、王の中の王、真の王者の剣とか。もう雷神指導とかマジ、何なの。もういないけどさ。じゃあちょっとこっちへ行きます。戦闘が起こっている。どこだ、どこへ逃げた。お前たちはあっちを探せ。やつは脱獄するときに怪我をした。遠くへ逃げることはできないはずだ。オーランか。オーラン、大丈夫？あ、知り合いなの？ひどい怪我、しっかりして。マバリアかけてくれ。オベリア様、お伝えしたいことが。喋っちゃダメ。お願いです。どうかお聞きください。ゴルターナ公を殺害したのは我が父、オルランドではありません。謀反の疑いをかけられた父はラムザ・ベオルブと共にベスラ要塞を脱出。今は教皇の謀略を阻止するために戦っているはずです。いや、ごめん。オルランドはもういないよ。残念ながら。今一人で戦ってんのかな、じゃあ。覇気が謀反を起こすはずがないと信じておりました。ダメです、扉が開きません。オベリア様、ご無事ですか。どうかこの扉をお開けください。では一体誰がゴルターナ公を。それはオベリア様、おけがはございませんか。ここにいたぞ。
リリータかっこいい。お前たちはこの部屋から出るんだ。は？部屋から立ち去れと言っている。しかし二度は言わんぞ。はい。お願い、オーランに乱暴な真似をしないで。バカなことをしたな、オーラン。この裏切り者め。いいじゃないか、お前だってそれを願っていたはずだ。だいたい周りを見渡してみろ。本気で悲しんでいるやつなんて一人としていないんだぜ。それにお前の親父を死んだことにしてやったんだ。誰にも追われることなんかないんだ。感謝してほしいぜ。ふざけたことを。どうして、どうしてそんなことを。言ったろ、お前を本当の王にしてやるってね。嘘よ、あなたは私を利用しようとしている。俺の言うことを信用しないのか。どうなんだオベリア。信用したいわ。でもオーランと話がある。お前は自分の部屋へ戻るんだ。お願い、彼に乱暴なことはしないで。わかった、約束するよ。これ見えないの？壁とかなくね？さあもういいぞ。父の汚名を晴らしたかっただけだ。一思いにやってくれ。何を言っている。死んでもらっては困るんだよ。こんな俺にどんな利用価値があるっていうんだ。お前は俺に仕えるんだよ。はっはっは、ふざけたことを。死んでも断る。いや、俺はお前に逆らうことはできないのさ。俺は北天騎士団を倒す。倒してイバリースを平定する。そしてオベリアの国を作るんだ。もちろん教皇も倒す。俺は教皇の犬じゃないからな。本気で言ってるのか、お前は一体。俺の正しさをお前なら認識できるはずだ。俺のやろうとしていることは圧倒的に正しい。平民での騎士見習いが騎士団を動かすようになり、乱世を平定する。わかりやすいじゃないか。民が求める英雄なんて所詮そんなもんだ。そのためにお前は全てを利用する。いけないのか。どうした、この俺を殺すか。お前が教皇の送り込んだ資格っていうのは分かっている。俺が裏切るようなら即座に俺を殺すつもりなんだろ。さあその剣で俺を刺すんだ。どうした、来ないのか。かかってこいよ。来ないのならこっちから行くぞ。こっちだ。薬師、旦那待ってくださいよ。あ、なるほど。この前の話を聞いてた。あれだね、確かめようとしてるんだ。父上、こっちへ来てくれ。見てもらいたいものがある。こいつだ。そいつがなんだかわかるか。わかるも何も、こいつはモスフングスというキノコですよ。即死するほどの猛毒を持っているってわけじゃありませんがね。やはり。ねえ旦那、さっさと行きましょうや。何をそんなに怯えている。旦那は知らないんですかい。モスフングスってのは死体にしか生えないキノコなんですがね。モスフングスの生えた死体が埋葬された墓っていうのは大層縁起が悪いんですよ。そのキノコが生えた代で家が滅びてしまうぐらいでさ。わかった、もう行っていいぞ。へへ、毎度。よいか、この話は他言無用だぞ。わかってまさ。父上、はい、
というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。なんかまた進むとイベントが進みそうだけど、まあキリがいいので、ここで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。